年たち7月20日台は、日本の音楽評論家。東京音楽大学名誉教授、元学長。東京ニューシティ還弦楽団名誉会長。1950年慶応義塾大学文学部、卒業。在学中は、慶応義塾、ワグネルソサイエティに所属。NHK 入局後、ラジオ洋楽部で戦後日本の声楽霊明期から、制作プロデューサーとして活動。 1956年から1976年まで8回に渡る NHK イタリア歌劇団招致に関わる。洋楽チーフディレクターとして NHK 名曲アルバムなどを生み出すなど数々の音楽番組を制作。また、テレビでの創作オペラを制作し数々の国際コンクールに優勝、入賞するなど高い評価を受けている。1980年代以降は 音楽評論に専念し、ステレオ芸術、音楽の友、音楽芸術、ステレオ芸術等の市場で活動。執筆された記事は、国立国会図書館デジタルコレクションに収蔵されているものだけで300件以上に上る。また音楽教育者として、東京音楽大学教授となり、1998年学長に就任。2020年現在は、 東京音楽大学名誉教授。NHKFM 放送の音楽ジャーナルのラジオパーソナリティを務めたほか、数多くのコンクールでの審査員も務めている。妻は女優、朗読家の甲田博子。弟は作曲家の三吉明。長女は中央線沿線文化に関する著書などの多いエッセイストの三吉里里子。NHK クロニクルによる。三吉清たちの経歴。 関連情報、誕生日データベース。birthday-data-bas.com e com。2019年12月19日閲覧。ab、人物クローズアップ -133。三好清たち東京音楽大学学長に、就任、富永武彦。シニア、2020年10月25日閲覧。組織概要、東京入試機関弦楽団。 2020年10月25日閲覧。国立国会図書館。デジタルコレクションマイナス検索結果。d シリトル l i t t l n d l g o j p 2020年10月11日閲覧。abcde。放送開始60周年記念テレビ音楽シアター。国際コンクール入賞作品集。月他番組表検索結果詳細。NHK クロニクル。 2021年1月2日閲覧。オペラ死神ドラマ詳細データ。テレビドラマデータベース。テレビドラマデータベース。2021年1月2日閲覧。三吉吉たち。NHK クロニクル。2021年1月2日閲覧。ありがとうございます。